はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日は、先日引いてた鶏ガラのスープですね、そちらのガラの周りについてた身をこそぎ取って、そちらの方の身を使って鶏味噌っていうものを作っていきたいと思います。それでは早速調理の方を開始。こちらはもうこそぎ落とした後の身といったところですね。それをこう包丁で叩いていってるところなんですけれど、別にめんどくさかったら全部フープロかけていただいて大丈夫でございます。で、鶏の皮とかのところはゼラチン質のところとかね、そういうものも入ってますので、お肌にも良かったりっていったところですね。まあ、こういう形でね、なるべく細かくやっていただいて、本当にペーストになるまでね、潰していただいてもいいです。まあ、この辺は完全お好みといったところなんで、僕はちょっと粗くて食感がある程度ね、残ってる方がまあミンチ感があって好きやったりするので、これぐらいのまあミンチレベルで、今回やめておこうかなというふうに思ってたりします。まあ、入り方はもう普通にこうガーってやって叩いてってるっていうだけでございます。それではお味噌の方と合わせていきます。まあ、使うお味噌はね、赤味噌でも白味噌でもお好みのものを使ってください。で、味加減もね、正直皆さん好みあると思うんで、まあまあこんなのこんな感じ作ってねーなーみたいな作り方だけ見といていただいたらいいかなというふうに思います。当然、赤味噌だけじゃなくて白味噌混ぜるとか、白味噌だけとか、麦味噌入れるとか、やり方ね、皆さんそれぞれにやってください。僕はいわゆる田舎味噌というのか、まあ、ぶっちゃけて言うと、丸米の境界石ですね、を使っております。だいたいこれで 200g ぐらいで取ったところですかね。こちらの方に、お味噌の方、お味噌の方に鶏さん砕いたやつ、叩いた身を加えていきますと。で、何ですかね、もう今回、ね、生姜で炊いてあるんでね、さっきの鶏の臭み抜きとかそんなのバッチリできてますんで、そんなになんか臭み抜きのもう焼きになって入れるとかっていうのは特に必要ないです。また鶏肉がね、これ、比内鶏で本当に旨味がすごく強いんでね、わざわざなんか卵黄を足すとかっていうことも特にしなくて大丈夫だと思います。ミンチ肉というか、鶏さんこんだけ入っとったらなかなか贅沢な感じがしますね。ではこちらの方に調味料の方順番に加えていきます。お砂糖、何ぐらいかな、みりん、酒と、軽くね混ぜて全体的に馴染んだら、あとは火にかけていって、まあ、好みの硬さまで火にかけて練っていくだけみたいな感じですね。で、ある程度火入れたところで味見て甘みとか足りなかったらみりんとか足していくみたいな作り方で大丈夫です。なんでまあ分量とかっていうのは本当作り方紹介みたいな感じですね。当然全部混ぜてね、フープロかけていただいた方が滑らかなやつは作りやすいかと思います。まあ風鳥さんももうトロトロなってる状態で仕上げる場合って感じですかね。では火にかけていきます。めんどくさいね、僕直火かけること多いんですけれど、慣れてない方は湯煎にかけてあげてください。その方がまあ焦げる心配ないんで楽だと思います。で、鶏味噌とか、まあ、練り味噌作る時のコツなんですけれど、どっかのタイミングで一回必ず直火に当てて沸かすといった作業は必要でございます。理由としましては、味噌が持ってる味噌臭さっていうものを飛ばさないといけないんですね。それするためにどうするのかといったら、直火に当てて、ね、飛ばしてあげるといった作業が必要になってきますので、まあ、それやるんやったら、まあ、早めのうちに一回沸かしてやっておいた方が、まあ、水分とかって焦げにくいから楽なのかなとちょっと思ったりもします。僕の場合はもう大体なんか作るの慣れてるんで、あんまり正直そんなに炊く時間は短く、なんでしょうかね、長くはしないです。もう調味料は大体混ぜた段階、入れた段階で、ほぼほぼある程度好みの硬さの方にも近づけた状態でしてるといったところですね。なんで一回沸いた段階で味見をして、で、それの分で見てからどうする、こうするをちょっと判断みたいな感じでございます。ではちょっと一旦沸くまでカットです。はい。言うてる前に、縁の方がふつ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 沸き始めてきました。なるべく縁のところや底のところをしっかりかき混ぜてあげてください。底のところはどうしても焦げやすくなるんでね。
ただわざとちょっとだけ焦がしたりとかして焦がし味噌みたいな格好をするのも美味しゅうございます。で、沸かせるもう一個の意味合いとしましては、酒とかね、みりん加えてるんでアルコールを飛ばすといった意味合いもございます。あ、めっちゃいい匂いしますね。で、今回のでしたら、鶏の皮も入ってますので、置いておくとね、結構しっかり固まってくれますんで、その固まってるものをね、おにぎりの中にちょっと入れていただくとかしていただいて、味噌だれおにぎりみたいな格好していただいても美味しく食べれます。では、火を止めます。では、ちょっと味見します。常に気をつけてくださいね。うん、気持ちよさそうを足します。僕はもう手がだいぶ慣れてるんでダイレクトに手に乗っけてましたけれど、皆さんマジで火傷する熱さなんで、良い子は真似しないでください。まあ良い子だけじゃなくて悪い子を真似しないでくださいですね。というわけで、絶品簡単鶏味噌完成でございます。まあ、当然、ミンチ肉でやっていただいても大丈夫でございます。あとは、まあ、豚ミンチとかね、いろいろ、何でもミンチ肉大概この料理は作れますね。焼いたナスに乗っけて食べるとかね、いろんな食べ方ありますし、ね、とっても美味しくいろんな料理に使えます。もう何でしたら、めんどくさかったら豆腐にかけるだけでも OK みたいな感じなんで、よかったら皆さんぜひ作ってみてください。本日の動画は以上でございます。また今後も美味しい動画いろいろと紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたの動画で、バイバイ。